こちらはアーノルド。ココナッツウォーターとコーラとどちらを選ぶのか迷ってもう1時間だ。ユニークなやつだな、アーノルド。アーノルド、君は本当にトラブルを呼ぶ男だね。おやおや、これは本当にヤバそうだ。すぐに入院が必要だ。病院は間に合わない。心臓が止まってしまうかもしれないからね。循環系の圧力を維持するために緊急輸血が必要だ。ベトナム戦争では負傷者の治療にココナッツと点滴を使うこともあったそうだ。驚くことにココナッツウォーターは人間の体液とよく似ているんだ。じゃあ何があるんだ。コーラ、いいだろう。まずはガスを抜く必要がある。飲み物に含まれるガスが血管の中に入ってしまうと文字通り内側から爆発するんだ。コーラは糖分、グルコースが含まれている。これは即効性のあるエネルギー源として本当に最適で、すぐに元気になれるんだ。聞いたみたいだね。コーラが体に入っていった。だけど君の外見はちょっとだけ変わったよ。ほら、髪の色が変わってしまった。だけど子供たちのパーティーでは大歓迎されるよ。コーラのカフェインがたくさん流れているから3日に1度しか寝なくていいんだ。つまり普通の人よりもずっとたくさん時間があるんだ。それにプロのアスリートだって実は手っ取り早くエネルギーを補給するためにコーラを飲んでいるのさ。さらに近くのスーパーでいつでも買えるしね。おい、やめとけ、このおバカ気違い。たった一粒のメントスで君は地対空ミサイルになってしまうんだ。まあ心配いらないよ。君の一日を台無しにすることはない。コーラはね、軽いうつ病にも効くんだよ。まあ正直に言おう、血の中のコーラは実は致命的なんだ。目、腎臓、神経、心臓がとても苦しむんだ。そう、コーラという選択肢はないようだね。ということで次回はペプシを試してみよう。